はい、ありがとうございます、はい、先ほどまでは奥山さんがアジアイカ海外協力隊で何をしてきたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、この動画ではアジアイカ海外協力隊の経験を得て今何をしているのかっていうところをお伺いしようかなって思ってます、はい、でアジアイカ海外協力隊を終えて復職するわけじゃないですか、はい、最初はどういう形で入っていったんですかね。僕の勤めてる学校は特別支援学校で、中に小学部、中学部、高等部が全部入ってるんですね、うん、あ、なるほどね。で、僕はもともとジャイカに参加する前はずっと中学部を担任していて、復職してからは小学部の低学年を担任しています、うん、なるほど。じゃあもともとは中学部だったと、はい、なんだけど小学部になったというところで、はい、そこの違いってありました？もちろん今までよりも小さい子を相手にしているので、うん、言葉がけであったり、うん、あとは支援の仕方であったりっていうのはいろんな基盤を作ってあげなきゃいけない時期なので、もうじっくりじっくり時間をかけて関わってる感じはしますね、うんうん、なるほど、ありがとうございます。奥山さんが特別支援学校で一番大事にしてるところって何かありますか？子どもたちの目線に立ってちゃんと考えてあげれること、その子が今どういうお手伝いを必要としていて、どういうところが自分の強みであるかっていうところを僕たちがちゃんと把握してあげることかなっていうふうに思っていて、で僕はそれをフィリピンにいた時に自分の実体験として感じたのが、言葉も文化も生活スタイルも全然日本とは違う環境で、初めて自分がマイノリティに立った時に本当に分からなかったですね。全てが、買い物の仕方も周りの現地の人たちの会話も何も分からない、あの不安感、分からないってこういうことかって、こんなに分からないって不安になるんだなっていうのを自分自身の経験として感じて、子どもたちの分からないもこういうことかっていうところで初めて子どもの目線に立つっていうのはこのことだったんだっていうのを自分自身が実感して、その時に感じた気持ちっていうのを今も大事にしてます。なるほど、ありがとうございます。もう少し深掘りしてみたいなと思ってるんですけど、はい、実際特別支援学校っていうのは一クラスは何名ぐらいで行くんですか？だいたい6人から8名ぐらいですかね、うん、実際その6名から8名ぐらいって一人の先生で見るようなイメージなんですかね。特別支援学校の中にも、うん、知的特別支援学校、あと肢体不自由特別支援学校、あと病弱特別支援学校、あと盲学校、老学校って5つの種類があるんですね。その特別支援学校のどの講習かによって子どもの数であったり大人の数っていうのは結構違ってはくるんですけど、私の勤めてる学校でいうと、僕のクラスは今7人のクラス受け持ってるんですけど、7人の児童を4人の教員で見てます。おお、1人 1.3 とかそんぐらいなのか。でももちろん6人の学級を2人で見たり、8人の学級を2人で見たりとかっていうのももちろんあるんですけど、それでもやっぱり小学校とか中学校の30人を1人で見るっていうところから比べれば、すごく手厚く密接に子どもたちと関わってるなと思います。なるほど、ありがとうございます。もう少しちょっと聞いてみたいなと思ってまして、はい、学校数の全体量でいくと特別支援学校っていう割合は少ないじゃないですか。ただそこにめちゃくちゃ魅力を感じてるって僕は奥山さんには感じていて、はい、それって何がそこまで奥山さんの魅力を感じさせるんですかね。一番は他の学校がある中で、特別支援学校の魅力っていうのは、他の学校よりも一人の子供にじっくりじっくり関われるっていうのがすごく僕の中では魅力だなというふうに思います。やっぱり限られた時間の中で一人で30人見るのって大変じゃないですか。いや、めちゃくちゃ大変だと思います。でも特別支援学校はその中でも少ない人数の子供たちと1年間じっくりじっくり関われるので、ちょっとした変化やちょっとした成長にすごく気づけるようになるんですね、こっちが、それを子供たちや保護者の方々と共有できるっていうのがすごく嬉しいなと思います、なるほど、はい、親さんからしたら今まで自分しか感じられなかった子供たちへの成長っていうのが、先生たちもより気づいてくれるっていうことで、すごくコミュニケーションしやすくなったり、仲良くはなれたりもするかもしれないですよね、はい、実際自分が特別支援学校でお仕事をしていて嬉しかったことってありますか？学校生活ってすごい長い人生から見るとほんの一握りの時間でしかないんですけど、でもその節目ってすごくいつまでも記憶に残ってるじゃないですか、はい、卒業であったり入学であったり、はい、その節目節目に毎回携われるっていうのは毎年いいなってあと卒業学年とか卒業式でこう送り出した時に子供たちやお母さん方からありがとうございましたって言われることが何よりの魅力だなというふうに思います。確かにそうですよね。それはあるかもしれないですね。ありがとうございます。
じゃあ今後いろんな経験をされたわけですけど、はい、岡山さんは今後どうなりたいんですかね。正直言うとちょっと悩んでます、うん、この仕事はすごい好きだし、うん、やりがいも感じれるし、あとまだまだ学びたいし、うん、実践も積みたいなっていうふうに思ってる中で、でもやっぱり、うん、よし行くぞって思って飛び込んだジャイカが途中で帰国になり、海外でもう一回頑張れるチャンスあるのかなっていうところもあって、まだそこに対しての答えは出てないですね。なるほどですね。悩むことは全然問題ないと思うんですよね。何を一番重視するかって方ですかね、はい、そうですね。なるほど。まあでも今お話聞いてると、また次岡山さんがフィリピンじゃないところに行ったとしても活躍されるんだろうなって思ってますし、うん、まあ、あとは時期ですよ ね、 そうですね。時期どうするかっていう話なんで、じゃあもう一回海外でそういう経験をしてみたいって感じですかね。したいです。あとずっと子供がいるところがいいですね。うん、いいですねはい、ありがとうございます。一貫して教育っていうところにずっと携わってたと思ってるんですけど、はい、最後に3つお聞きしたいなと思ってまして、まず1つ目、大学をね卒業してグアムから始まった海外だと思うんですけど、はい、そっからフィリピンにも行ったと思いますし、いろんな国の人たちと話をしたと思います。その中で岡山さんが日本ってどう見えてるかっていうところをまず聞いてみたいなと思っていて、日本ってどうですか。日本は好きです。いろんなものがインフラやライフライン何の不自由なく使えるし、ご飯も美味しいし、割と常識のある方がたくさんいるし、はいはい、日本はもちろん好きなんですけど、一回自分が外に出てみていろんな考え方の人と関わっていく中で、うん、やっぱり日本人の考え方っていうのはすごく型にはまりすぎてるなっていうのはありますね。なるほど。その型を破るのにすごく勇気がいるっていう、うんうん、僕ももう帰国して2年以上経ってるので、うん、だいぶ染まっちゃったまた。だいぶまた染まっちゃってるんですけど、はいはい、頭でっかちになりがちな自分を知るっていうのは大事かなと思います、うん、確かにね。協力隊に参加する良さっていうのは、いろんな志を持っている人たちとかと一緒に話せるっていうのは一つの良さですよね。クレイジーな人がいっぱいいるなるほど、ありがとうございます。ちょっともう一点聞いてみたいのがあって、はい、岡山さんが考えている国際協力って何ですかね。僕自身はそんなに国際協力に直接的に関わろうと思って関わったわけじゃなくて、ただ自分のやってることがたまたま国際協力につながったっていう感じなので、難しく考えないでそのスタンスでいればいいんじゃないかなっていうのは常にあります、うん、自分ができることとか今自分が働いてる場所や環境でしっかり目の前のことに向き合ってれば、それが必ずいろんな方向につながってって最終的にみんなハッピーに暮らせるんじゃないかなっていう、うん、常に心の中で思ってるのは、フィリピンだろうが日本だろうが置かれた場所でサポート、結果それが誰かを笑顔にしてるかもしれないし、子供たちの未来につながるかもしれないしっていう、うん、そんな期待も込めながら、国際協力ってこういうことかなと自分なりに解釈してます、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後にっていうところなんですけど、特別支援学校で報道が撮ってるの初めてなんで、でも全国にはもしかしたら岡山さんみたいな考えを持っていて、でも行動できてない人たちもいると思うんですよ。特別支援学校で働いてて、自分は本当にこのままでいいのかな、でも海外で働いてみたいけどあと一歩が全然踏み出せないっていう人たちもいると思うんですけど、そういった人たちにアドバイスするとしたら何ですかね。飛び込んでしまえばあとはやるっきゃないのでもうやってみるしかないかなって、うん、僕はもう自分で逃げ場をなくしたので、願書書いて出しちゃったらどうすることもできないので、そうよ、あとは人に言う、僕こうしたいって言っちゃえば叶えるしかなくなっちゃうので、その時例えば言ったら周りはサポートしてくれました、応援してくれました、で手伝ってもくれるし、だから大丈夫です、なんとかなるというか、なんとかしなきゃいけなくなるので、どうせ、うん、飛び込んじゃえばいいと思いますなるほどですね、ありがとうございます。ぜひこの動画で見ていて、自分の今の人生に悩んでる方がいたら、ぜひ今の岡山さんのアドバイスを実行してみてもらえたらなって思ってますはい、ありがとうございます。まあ、今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で特別支援学校で働かれている岡山さんにお越しいただきました、はい、この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。